アイテム番号 SCP-189JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-189JP は移動させることができないため、建造した自治体から維持管理を引き継いでいます。中央放水口には財団が新たにゲートを設置し、監視カメラによって24時間監視します。2名以上の警備職員が放水口の周囲に常駐しなければなりません。 SCP-189JP-1A は定期限度の人型オブジェクト用の収容室に収容されます。現在財団では一体の SCP-189JP-1A を収容しています。 SCP-189JP-1A には3日に1度 200g の石英を与えます。与える素材は、市販されているガラスでも構いませんが、水晶を与えると対象の精神に安定をもたらします。財団では現在、SCP-189JP 及び SCP-189JP-1A から、その構成素材を持ち出した人間を追跡調査しています。説明。SCP-189JP は、に存在する、ダム、およびその放水口です。ダム中央の放流管内部にあるコンジットゲート1を通ると、SCP-189JP-1 と呼ばれる異常空間に出ます。当該のコンジットゲートは、SCP-189JP-1A が開いた場合にのみ、SCP-189JP-1A と繋がります。ダムの機能を使用しゲートを開いた場合、通常通りダムコとつながり、放水が行われます。SCP-189JP-1 は、22平方キロメートル程度の平らな空間です。天井までの高さはどの地点でも10メートル前後で一定しています。SCP-189JP-1 は、およそ当該のダムコの固定の形と一致しており、天井からはダム湖の水中が見えます。天井には、ガラスのような構造物は存在しないのにもかかわらず、ダム湖の水は未知の力で支えられており、光、電波も含む、と熱の一部を除いて、物質の往来はできません。昼間はダム湖から日光が供給され、地上の3分の2程度の明るさが保たれます。原理は不明ですが、ダム湖の固定に異常は見られず、ダム湖側から SCP-189JP-1 を視認することはできません。口述する記録から、SCP-189JP-1 にはかつて町が存在しており、すべての構造物が二酸化ケイ素、SiO、の結晶、イカ水晶、で構成されていたと考えられます。現在は、その残骸らしき水晶の瓦礫が散見されるのみで、SCP-189JP-1A-001 の証言するような構造物があったかどうか確認することはできません。破壊が困難だったと考えられる機械の一部や、建造物の根元部分らしきものは発見されています。それら構造物の接合部は未知の加工方法が用いられているとみられ、構造物全体が水晶単体と同等の強度を保っているため、財団保有の機材をもってしても破壊には時間を要します。SCP-189JP-1A 群は、SCP-189JP-1 に存在していた町に住んでいたと考えられる、人型オブジェクトです。現在では、収容下にある SCP-189JP-1A-001 が残るのみであり、当該オブジェクトについての記述は、SCP-189JP-1A-001 を基準とした情報になります。SCP-189JP-1A 群は、体全体が水晶でできており、物理的損傷に対し非常に強靭です。人間と同等の知性を有しており、発生機構は不明ながら発話もできます。わずかながら、昆虫の外骨格に似た外見、積雪構造が見られるものの、筋肉組織や循環系の体液などは認められず、
生態維持に関する機構ほぼ全てが未解明です。各個体ごとに多少の大きさの違いがあったようで、平均的な身長は180センチメートル前後だったと考えられます。食事は主に、SCP-189JP。1の地下から採掘される水晶を含んだ鉱物で、必要な道具や建物も採掘した水晶で製造されていました。SCP-189JP-1A 群の町は、破壊直前までは107名の住人がおり、非常に文明的かつ、平和的な生活を送っていたものと思われます。SCP-189JP-1A-001 は、SCP-189JP-1 にいた唯一の生存者です。SCP-189JP-1A-001 の知能は比較的高く、また財団を含む人間に対して必要以上に友好的ですが、人間社会に対しいくつかの誤解が生じており、意思疎通には困難が伴っています。これは SCP-189JP-1A 群と最初に接触した人間による、意図的な刷り込みだと推測されます。2000年6月20日のダムにおいて、減税口2に大量の水晶が堆積していたため、自治体により、ダム本体及びダム湖周辺の地質調査が行われました。その過程において、SCP-189JP-1 が発見されたため、情報を察知した財団が収容に向かいました。自治体から当該物件の管理業務一切を引き継ぎ、関係者に記憶処置を行いました。自治体の調査、財団の初期収容時、どちらにおいてもコンジットゲートの前に人間が立つことで、SCP-189JP-1A-001 が、SCP-189JP-1 側からゲートを開き、内部へ侵入が可能となりました。SCP-189JP-1A-001 は、当初 SCP-189JP-1 からの退去に対し強い抵抗を示していましたが、研究員の説得により財団の収容に同意しました。収容施設への搬送前、SCP-189JP-1A-001 は会話をしていた研究員と警備職員2名を、砲打による一撃で死亡させています。衝撃力計測機器によれば、SCP-189JP-1A-001 の殴打は衝突の瞬間に最大 2268kg の圧力が発生しており、前述の職員は即死しました。聴取記録 A001-001 からの抜粋。2000年7月1日、9時10分35秒。研究員 T、あなたのお名前をもう一度お聞かせいただけますか？ SCP-189JP-1A-001 SCP-189JP-1A-001 ですね。研究員 T、いえ、あなたの町で、あなたの仲間に呼ばれていた名前です。SCP-189JP-1A-001 門番です。門番と呼ばれていました。門番は私しかいなかったので、正確には三代目門番ですね。研究員 T、なぜ研究員を殴ったのですか？ SCP-189JP-1A-001、外へ出ることになるので、信頼の挨拶をして、私も砕けようと思ったのですが。研究員 T、どういうことでしょう？SCP-189JP-1A-001、あなたたちの間では、親しい者同士の証として、殴り合うと聞いております。聴取記録 A001-003 からの抜粋。2000年7月12日、9時3分20秒。研究員 T、人間社会において、殴り合いは親しい間柄での挨拶ではありません。SCP-189JP-1A-001 では、
親しくないうちに殴り合うのが礼儀でしょうか。研究員 T、 いえ、人間を殴ってはいけません。SCP-189JT-1A-001、 私は人間ではありません。私は殴ってもらえないということでしょうか。聴取記録 A001-003 からの抜粋。2000年7月13日9時21分47秒。SCP-189JT-1A-001。私はいつ殴ってもらえるのでしょうか。研究員 T、 我々の管理下において、あなたに危害を加えることは決してありません。付け加えるなら、殴られることは喜ばしいことではありません。SCP-189JT-1A-001。そうですか。私たちは、殴られ、砕けることで、あなたたちのお役に立てると聞きました。早く砕けたいです。2000年7月13日、9時23分51秒、研究員 T、あなたたちに、最初に接触した人間の話を聞かせてもらえますか。SCP-189JT-1A-001、とても良い人たちでした。私たちに、新しい喜びを教えてくださいました。今はもう去ってしまいました。研究員 T、彼らがあなたたちの街を破壊していったことに疑問を感じませんか？彼らに悪意を感じませんでしたか？ SCP-189JT-1A-001、 人間に悪い人たちなどいません。ポイ1、収容直前まで SCP-189JT-1A-001 がつけていたと考えられる日誌を回収しています。SCP-189JT-1A-001 の日誌からの抜粋。最初の人間との接触があったと記述のある部分から抜粋。中期日誌は未知の言語で筆記されています。字体や文法はチベット語によく似ており、98.8% が解読可能です。第3の木、22、門を通って外からの来訪者あり、その数三、初代、町長、が最初に接触してから実に287年、グレゴリオ暦とほぼ一致、ぶりのことである。外見は伝え聞いていた通りのものであった。使用している言語は著しい変化があったようで、我々とは会話ができないようだった。しかし、身振り手振りから、彼らが我々との会話を望んでいるのは明らかだった。彼らは、21番行員の家にしばらく泊まることになった。第3の木、25、彼らの食べ物は我々と違うようで、彼らは歓迎の食事を受け付けず、一度門から出ることになった。彼らの食べられるものが作れればいいのだが、初代、町長か、から、門の外へ出ることは最大の禁忌とされていたため、調達も調査もできなかった。二代目、町長、が学者たちに、町の中で調達か生成できないか、研究するように要請していた。第一の鳥、1、来訪者が戻ってくる。数は以前と同じようだ。首から下の外見が違っていた。彼らの性質か。今度はたくさんの食べ物を用意していたようで、再び21番行員の家に泊まることになった。彼らのために、新しい家を作るように、二代目から大工たちへ要請が行われた。第一の鳥、8、2番と3番の学者が、彼らの言語の解析を始めてから7日が経った。ごく簡単な挨拶や、感情表現を表せるようになった。こんにちは、ありがとう、中日本語ではない。第一の鳥、12、彼らも我々のことを研究しているようだった。外の世界は、我々とは大きく違うようだと、学者たちの間で議論が交わされていた。このような大議論は、14年前に空が閉じて以来だ。彼らの関心は、特に大工たちに向いていた。彼らの家の建造作業を、
興味津々に見ていた。建造道具を借りて、彼らも建材の接合に挑戦しているようだった。最初はうまくいかないようだったが、簡単な作業はできているようだった。第一の鳥、29。彼らの家が完成する。彼らは喜んでいるようだった。彼らの言葉もだいぶわかるようになってきたと、3番学者が言っていた。5番教師から、私も彼らの言語を学び始めた。第2の鳥、5、彼らが、彼らの家から出てこなくなって3日が経つ。何か失礼があったのかと、2代目が直接訪問するも、扉は開かれず。第2の鳥、7、彼らが家から出てくる。どうやら、彼らからこれ以上の信頼を得るために、彼らの世界の作法を学ぶ必要があるようだと、3番学者が言っていた。その作法は、私たちの体の致命的な損壊を伴うものだった。信頼する相手から、思い切り殴られ、それを受け止めることで最高の信頼を示すのだそうだ。彼らは、彼ら同士でその作法を行い、信頼を表していたようだった。二代目が彼らに信頼の挨拶をしようとすると、断られたそうだ。まだ、彼らに信頼されていないようだ。彼らの作法を正しく理解すれば、いつか受け入れてくれるかもしれない。第二の鳥、8、大工たちが、信頼の挨拶を真似始めた。挨拶によって砕けた12番大工と7番大工を、彼らは拾い集め、外の世界へ持って行ってくれると言っていた。外の世界で、素晴らしい価値を持つのだと、彼らは言っていた。砕けた状態なら問題ないだろうと、二代目もしぶしぶながらそれを許したようだった。第二の鳥、11、大工たちが、信頼の挨拶で全て砕けてしまった。これでもう、家を建てることはできないが、外の世界で役に立てるのだから、いいことなのだろう。第二の鳥、15、加工員たちが、信頼の挨拶で全て砕けた。第二の鳥、17、医師と漁師たちが、全て砕けた。彼らの数が、3から2に減っているようだった。彼らの研究もだいぶ進んでいるようで、我々の素晴らしさを、とても詳しく教えてくれた。我々の体は、彼らの世界では水晶と呼ばれるものらしく、指につける道具や、水を入れる道具として、長い間、彼らの役に立てるようだ。第二の鳥、20、1番を除く学者と教師がすべて砕けた。学者たちは外の世界が見られると、嬉しそうだった。第二の鳥、22、行員がすべて砕けた。残ったのは、1番学者と衛兵、二代目と私だけだった。町の存続のため、これ以上の挨拶は必要ないのではと議論になった。彼らは、この町以外にも町はたくさんあり、私たちはその中で選ばれた存在なのだと教えてくれた。第一の牙、二代目が砕けた。残るは私だけだが、彼らの信頼の挨拶では、私の体に傷一つつけられなかった。残念だ。第一の牙、10、必要がなくなったので、私の家を残し、町の家を解体した。彼らも解体を手伝ってくれた。瓦礫は、彼らが持って行ってくれた。彼らは、外での研究があるので、しばらく来れないと言っていた。最後に挨拶をするつもりだったが、いつの間にかいなくなっていた。以下は、おそらく自治体の地質調査以降に書かれたものです。第一の牙、13、しばらく来れないと言っていたが、彼らが戻ってきた。今度の数は5、随分多い。新しく増えた個体に、町の案内をするつもりだったが、彼らは驚いたような顔をして、早々に帰ってしまった。すべて別個体だったか。第一の牙、15、再び来訪者あり、外見が随分と違う。その数十、彼らは、財団、と名乗った。彼らは私を殴ってくれるだろうか。ポイに、財団では現在、
SCP-189-JP-1A-001 の日誌に記された。破壊行為に関与したとみられる3名の人間について、徹底的な調査を行っていますが、具体的な成果は上がっていません。